はい堀江さん神谷さんよろしくお願いします今回のゲストをご紹介します自民党衆議院議員で元幹事長の石場茂さんにお越しいただきました本日はよろしくお願いいたします本物本物本物ですということで本物にね、お会いできましたねありがとうございます本当にこんなもんです はいこれ8月の14日に岸田総理があの総裁選への不出馬をあの表明しましたがこれまずこれ石破さん率直にこれどう受け止められましたか。私台湾で会議中に聞いたんですよねこれ。はいはいはい、はい、あの向こうのねシンクタンクの人たちと大激論してる時に。はいはい メモが入ってきて、えー、えーみたいなことでね。えーはい、だけど、お盆休みになんだよとかね、うん、終戦の日の前の日になんだよみたいなこといろいろ言うんだけど。うんうん、岸田さんにしてみれば、考えに考えに考えて、あの日だったんだなと思いましたね。えー、ポスト岸田をこれ争っている名前が上がっている方々がこちらになるんですが。これ石破さん、これ、まずこれどうご覧になりますでしょうか。い自民党は多種多様ですね。 老、壮、生というのかしら。で、若い方もいらっしゃる。安倍さんの元で政権復帰してから当選した方もいらっしゃる。うんうん、いろいろ多種多様というのはこういうことですね。うんうん、なんだか東京都知事選挙みたいになってきたな、ね。確かにいっぱい。<laughs> まあ、都知事選みたいにうずうず出れないですけど。<laughs> いやいや、あのハードルが高い、ね。そうハードル高いですけどね。やっぱりこうそれぞれ。 政策も違う、うん、あるいは自民党改革に対する考え方も違うだから15日って今までない期間なん、うんうんはい、で、ね、やっぱりその党員の方、うん、のみならず国民の方、うん、何が違うんだい、はい、ということが分かるような、はい、で金がかからない、うん、金持ってるやつが勝ったよみたいなことにならない、うんうん、そして一人一人が議員票の場合ね、うん なんでこの人に入れたんだいっていことがちゃんと説明できる、はいうん、今まではいや私何派ですから何派は誰々支持ですんでみたいな話で通ったんだけど今度はそうはいかんでしょう、はい、かくかくしかじかこういうわけで私はこの人を支持しましたってことを有権者に説明しないと次の選挙の時にそれはこの人どうしようかなみたいな判断材料にならないですからね、うん なるほどね、実際に派閥がこういう形で変わって自民党の議員の方たちはそういうマインドに今まあねその一気に派閥が解き放たれて、うん、これ解き放たれたんですか実際のところ、うん。まあ急に解き放たれたりはしません。 いやだってこれまで例えば安倍派だったら安倍派の仲間で、うん、なんか分かんないけどいろんな清和会だとか、うん、いろいろあったわけじゃないですか。はいうん、でその中で、まあ、ある程度の結束はあるわけですよね。そ、うん、そもももだっっっててて自民党ってパーーティーで一つになってるのも ある意味その選挙対策というか自分たちの仲間の中から首相を決めるためにパーティーっても作ってるわけでそれが政党政治なわけじゃないですかその中でまた大きくなりすぎた自民党の中にパーティーが同じようにパーティーができるのは自然なことと言えば自然なことだと僕は思っちゃうんですよねで、それがなんか小学の根源みたいな話になっているのはまあおそらくですけど自民党の総裁選って公職選挙法の枠外じゃないですかだからお金のやり取りとかも あったりとかするわけじゃないですかその中で、ね、いやだから交渉交法じゃないから要は仲間内の代表争いなんで誰を俺たちのリーダー誰にしますかとで今俺たちは過半数持ってんだから首相決められちゃうから俺たちの身内の選挙の中で決められちゃうわけですよそれが政党政治だからそれはしょうがないと思うし中でさらにそこで、えー、とその中の勢力争いを。 まあ有利に運ぶために派閥を作ってでそれぞれまあリーダーをまあここの派閥は持ち回りで年功序列で分かんない当選回数でみたいな感じでじゃあ次はあなたね次はあなたねみたいにしてたのがまあ派閥政治だとかって言って批判をされてたりとかするんだけどだけどそれだけで決まらないのがまた面白いところで例えば小泉純一郎さんなんてねあの2回挑戦して失敗して3回目でぬるっと首相になってあれだけの。 在任ででいろんなことをやったわけですけすどそういうふうになってるんですけどでも派閥は一応解消しなければいけない、うん、オフィシャリーには解消するって言ったんだけどある程度やっぱり緩い仲間たちというかそういうのはあるわけですよね。ありますよね、うん、ですけどねそれぞれがそれぞれの選挙区で10万何気貸しの票を取って出てるわけじゃないですか。うん、で総裁選挙の時にこの人に入れます派閥で決まりました。うん 元派閥のやっぱりそういう緩やかかどうかしないけど、うん、そこの話し合いでなんとなく誰に決まりましたってことがこれから選挙区で説明つきますかねという話になってくるんです、ねうん、私はねひねくれ者なのでね派閥で決まった人以外に入れたことって何度かあるんですよ、うん、で、そのどうしてもこの人の政策自分に合わないなってんでね、うん、でその時は地元へ帰っ で本当に仲間の人たち十数に集まってもらっていや派閥はこう決めてんだけどね多分この人次総理になるんだけど自分は違うんだよねってそういう議論しますよねうんだから派閥が決めたことに従わないけしからんやつみたいな。 だ大体そういうことになってます。<laughs> ね、石破さんってずっと国民からの総理になってほしいランキング一位じゃないですか。うん、それに関してはどうお考えですか。ありがたいことです。えでもこう今の状況ってすごいカオスだし、同じ派閥から出てる方もいらっしゃるし、ぶっちゃけどうなると思いますか。これはやってみないと分かんな、ね、い。いや <laughs> だね、なんで国民の支持がお前はあるのに。うん 党内で支持がないんだよって言うのはね、一、うん、日十回ぐらい聞かれる。<laughs> ごめんなさい。党員票も石破さん全然回もトップですもん、ね。分かんないです。それはね、やってみなきゃね、うん、いろんな新しい方も出てるわけだし。うん、魅力的な方も出てるわけでね。うん、国民党員は、ね。はですけどね、それはね、その私自民党なんですよね。はいうん、で、自民党の中にいながら、政権中枢にいないんで。うん 自由な立場でもの言えるわけですよこれまずくないですかみたいなことを言うわけですねうん、うん、でね私昔抽選局ってんで3回やったことがある、はい、その時は自民党の会議はもう何時間続きますことやら 2>,、うん、2時間3時間は当たり前みたいなあそうなんですかはいそれはなんか派閥間のいや全然派閥関係ない関係なく,、うん、係なくもうどんな政策をめぐってもどな、うんはい、り合い とり合い。それは当時はね、タ吸えたからね。うんうん、灰皿あってね、うん、灰皿飛んでましたよ。<ー>でね、怒鳴り合い、二時間、三時間は当たり前。みたいな。うんうん、そういう一緒の活気があった。ですよね。でも、今、会議ってね、下手すると十分で終わったりして。ね、私はね、自民党の今、そう思って仕事やってるんです。はいうん、だ自民党の最高意思決定機関党大会。うん その次両院議員総会こんなのしょっちゅうやらないからね日頃は総務会ってところで決めてるんです私がね若い頃ね総務会なんか出てるとねそれは小泉さんとかね加藤さんとかね小賀さんとか亀井さんとかねそういう人たちがもう居並ぶ中で幹事長とか政調会長が説明するわけですよ納得できないもうちょっと説明しろ全くわかんないなんでわかんないんだ みたいな。今総務会って私が手挙げないと5分で終わっちゃったりなんかして。うん、その理由はその小選挙区制度も一つあって、まあサラリーマン化してるっていうか、まあ言い方あれだと思うんですけど、うん、やっぱり選挙制度ありますでしょう。うん、ね、私は小選挙区一生懸命推進してきた方です。うん、自民党同士でやったらね、一回何億も金かかるし、うん、ね、そ外交だの防衛だの憲法だのそんな話よりも。うん やっぱり道路を作ったよ鉄道を引いたよ公民館を建てたよみたいな本当は地方がやるべきことを国会議員が俺がやったみたいなそれまずくないですか、うん、だから小選挙区にしして一一つの党から人しか出らら人出れないと能力と意欲のある人はお金がなくてもタレントじゃなくても高級官僚じゃなくても大金持ちじゃなくても党の力で国会議員するよみたいな選挙制度が作りたいって夢持ってたですよね。はい 小選挙区にしたたたいいっって我々若議議員が騒ぎままくったわけですよ、うん、また大議論,、うん、大議論そこで小泉純一郎さん、はい、まだね大臣一回終わったぐらいだったかな「うんうん、お前たちこんな選挙制度入れてみろ」「党本部の言うことしか聞かんつまらん議員ばっかりになるぞ」うん「こんな制度絶対ダメだ」って言いましたよ。うん、で私たちは「うん、そんなことはない」と「うんうん、間違ってたら間違ってる」っていうのが自民党の議員だ。 小泉さんがニヤッと笑ってね、うん、お前らは人間知らんねえはい一部は当たってたでしょうねうん、うん、確かにそういうところありますよねだって党が公認権持ってるわけでしょ、うん、人事権持ってるわけでしょ、うんうん、幹事長強いですよねう,すうん,うん強い私はね幹事長に年、ね、やったけどそういう意味ではそういう権限は振るわなかったですけどねうん、うん、まあだけど振ろうと思ったら振れますよね でも何派だろうとかに派だろうと自民党なわけですよ。うん、自分の派閥じゃない人であっても自民党公認だったら全力で応援するのが党じゃないですか、うん、自分の味方してくれる人だけ応援するんだったら党の幹事長じゃないでしょう。で今回石破さんはどのような政策というかこんな国にしたいとか。 そういうことをこう訴えられると思うんですけれどもポイントはどんなところですかそれはねまず党をどうするかですね、大前提としてまずは党をどうするかね、自民党ダメだって話になってるんだから今安倍派がどうのかに派がどうのじゃなくて自民党ダメだって話になってんだからルールをきちんと守る自民党にしましょうねってことですよで、党の方じゃなくて国民見る自民党にしましょうね、うんはい、これが大前提です大前提。党をどう変えるかってことはね、はいなるほど そしてこの国の経済お金持ちはどんどんお金持ちそうじゃない人はどんどん貧しくなる生産性も上がらない給料上がってるっていうけどそれはオーストラリアンんて日本の倍のペースで上がってますからね韓国の方が軽く上がってますからねそれは一人一人がこの金出してもこの商品買いたいなって この金出してもこのサービス受けたいなってのをチャレンジするそういう意欲がだんだんなくなってきちゃってると思うのね。人口減る中にあって日本維持しようと思ったら一人一人が作り出す付加価値が上がらないとこの国持たないです。で人口減りますあと三十年、四十年。恐ろしい勢いでだけどこれを今から仕込んでおかないと人口の減少はあと八年経ったら日本人半分ですからね。 200年経ったら十分の一ですからね。どうですかその辺まあいろいろソリューションあると思うんですけどまあちょうど人口の話になったんで、うん、移民についてはどうお考えですか。私は入れるべきだと思うんですよ。はい